はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、この、チャンネルではですね、チャンネル登録の方募集しております。この上の方にですね、チャンネル登録っていうのがね、書いてあると思いますので、そちらに、クリックしていただければチャンネル登録完了ということになっております。ぜひね、お願いしたいと思います。はい、ということで、今日ご紹介するのはですね、こちらですね、パシッ、五枚入り甘いか太郎明太風味。お、明太風味。ちょっとですね、他の、かば焼きさん太郎などと比べると大きいですよね。これ値段がごめんなさい、わかんないんですよね。多分、かば焼きさん太郎とかそういうのが仮に10円だった場合、これが20円。かば焼きさん太郎などが20円だった場合、これ30円とか、まあ、そういう違いかな、ぐらいな感じだと思いますけど、わかります。ちょっと言ってみますね。うん。酸っぱそうな匂いですね。明太風味。ごま入り。ああ、なるほどね。いただきます。うん。一応ね、うまいは甘いんですよね、このシリーズね。でもなんかね、ちょっとインパクト、味にインパクトがちょっと足りないかなっていう気はいたしますね。やっぱ子供向けの駄菓子だから、子供向けの駄菓子だから薄味にしてんのかな？それを大人が食べて、あらこうだ、脳が垂れてたっていう感じでしょうかね。だと知ったら、なんと大人げないことか。そうですね、もともと、大人向けじゃないですよね。だから多分そんなに味濃かったらちょっとやばいなってことで、まあ、そんなに、メーカーさんも味を濃くしてなかったかもしれないですね。それを今まで、お好みさんてらもお好みっぽくないとかですね、散々言ってましたけどね。そういうことですかね。なるほど、なるほど。もうプロ野球大好きな人間がですね、ほんとメジャーリーグとかもですね、見てて。で、草野球たまに見に行って、なんかつまんないね、草野球。って言って、もう脳がきされて文句言ってるようなもんでしたね。ちょっと目線が違いましたね。すいませんでした。はい。そうですね。その勘違いも、ちょっと星に換算をさせてもらいますが、星7つ。って感じですかね。まあそんなもんでしょうね。はい。なるほど、なるほど。子供向けなんですね、きっとね。ということで、ありがとうございます。ということで、今日ご紹介したのはですね、これ、上切れちゃってる。よかったかな。大丈夫ですね。はい。甘いか太郎でよかったでしたっけ？ですね。はい。で、ございました。ありがとうございました。